しゃべくり松代始まるよ。皆様こんばんは。10月1日、なんと語呂がよくですね、101回、10月1日101回、いい日ですね。ということでですね、今日のしゃべくりマッチなんですけれども、今日ここに出ていますようにですね、今日はですね、新街歩きセンターのオープン記念特別番組ってことで、NPO 法人夢空間松代の街と心を育てる会の理事長の加山さんと、事務局長である三田さんですね、三田けさみちさんが出演していただけるということだったんですけども、今日は急遽ですね、理事長の加山さんがですね、急用で欠席ということで、先ほど急遽私がピンチヒッターで出てまいりまして、なんか今日はね緊張しておりまして、突然に振られちゃって、三田さんが今日はねパーソナリティで、事務局長の三田さんがパーソナリティで、理事長の加山さんがゲストというようなことだったんですけども、今日は間違えるんじゃないかと思って心配しておりますけども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それではですね、三田さん、街歩きセンター、今日こちら移りまして初めてなんですね。そうですね、はい、そのオープン記念っていうようなことなんですけれども、はい、このこちらの方なんですけども、長野県の元気づくり支援金の支援金をいただいて、はい、こちらを工事を行ったと、はい、いうことなんですよね。そうですね、はい、はい、で、まあ、その前にこちらをやらないといけないですね。それではすみません、ちょっと忘れましたね、まあ、緊張しておりましてですねこちらを今日のオープン記念にね、はい、こちらはいいですか、はいはい、行きますよ。お、行きました。あ、正解です。いやすごい、うまくいきましたね。はい、はいはい、ありがとうございます。いや、滑り出し上々でございまして、はい、はい、ありがとうございます。それでは皆さん、この経過なんですけれども、はい、お話しいただけるんですかね。そうですね、はい、じゃあちょっと紹介しますね。なんかお掃除はワークショップからですか。うん、あのね、そうですね、一応これ、前回小山理事長と話した時にですね、一応作りましたけども、一応これお掃除ワークショップっていうのを一応やりました。はい、はい、これでもって結構ね、今これお茶飲んでるところなんですけども、そういうのをちょっとやっていただいて、ね、結構町の室内ね、きれいにしていただきました。はあ、その次があれですか。その次はね、金打ちワークショップですか。これ終わってからね、大工さん入って、それでですね、はい、今度はこういう形でですね、はあ、はい、皆さんに、釘打ちワークショップの開催という形でですね、はあ、これ皆さん募集かけました。はあ、はい、何人ぐらいで来ていただいたんですか。それでもね、12、3人、15名まではちょっといかなかったんですけどね。はい、皆さん順調にすみません、はいはい、一応これ8月26日に行いましてね、はあ、はい、これが外観工事のデザインコンペですか。まだ違う、これはね、釘打ち一生懸命やってるところです。はあ、はい、これ当日やってるところなんですね。そうです、結構子供さんも仲間入ってもらったりとか、うん、女性の方も入ってもらったりしてね、はい、一応こういう形で、やっていただきました。これ何日ぐらいやったんですか。これはね、午前中で、2時間ぐらいちょっとやっていただいてね、はい、やりました。皆さん一生懸命やってもらったんですね。そうですね、もう汗びっしょりでした。こちらの、まあ、エアコンないんでね。はい、こちらの方全部打ったんですか。そうです、そうです、こちらね、ちょうど後ろの方をね、打っていただきました。その工事順調に済んだんですね。はい、見てください、もう大工さんと同じなんですけどね、女性の方でしたね。はい、そんな方でやりましたね。はい、でその後ですね、こういう形でですね、はい、旧セブンイレブン解消に伴う外観デザインコンペ、作品を用意しました。はい、これが8月下旬ですか。ね、8月25日一応締め切りでね。ああ、なるほど。はい、ね、6件だったかな、一応募集来ましてね、で、やりました。で今度はデザインコンペの審査会っていうのをちょっとやりましてね。はい、それはどなたか。これはあれですね、理事長と、あと商工会議所の、そうですか、はい、細川さんとか、はい、それからあとはエコールド松白黒の八田さん、それと観光推進機構の宮沢さんとか、はい、それとうちの、理事長と私と、とあと、事務局という形で、こんな形で、はい、やりました。
それで、まあ、一応こういう形 それがまだまだね、こうやっていろいろと審査、はい、やりました。ああ、それが審査風景、はい、そうですね、はい、説明がいいんですか。あのね、こうやって見て何にするか、どういうところがいいかって言ったら結構ね、時間かかったですね。要はあの、皆さんの中でも全部が完成で一人で OK っていうあれじゃなくて、なるほど、やっぱりその中で選んでって、じゃあこれもいいあれもいいっていう形でね、うん、選んでで、じゃあトータル的にこういうものにしようかっていう話でありましてね、うん、あ、そうですか、はい、でその中でこれだけ の、 あの3種類の方 の、 あのあれです、ね、コンペの中のいいとこ取りをしようっていう形で、ね、なるほど、はい、いいとこ取りしてて、そうです、そうです、じゃあ完璧なものにしたと、ね、そういうことですね、うんうん、いいとこ取りをしてっていう形でやりました。それはいいものできたですね、はい、まあ、だから皆さんで選んでいただいて、その中のじゃあこういったとこも欲しい、じゃあこれ、これなんかはねやっぱりあの街歩きセンターとかって書いてあるんですけどね、これねここのところですね、このところね、あ、そうですか、こちらのところも街歩きセンターとか、あとこのところがロフモン線があるんですけどね、はい、これはまあ別々に分かれてたんだけど、まあ一緒にして一つの看板にしようかみたいな形でね、はい、やりました。それで工事入ったんですか。え、それでね一応あの今度は外観は一応 OK になって、今度はこういう形でね、中の掃除ですね、あ、結構この汚れてるですね、ここのところが、ここね、ここが結構、これ要はね、あのセブンイレブンがあった時に、一応皆さん掃除やるじゃないですか、でその掃除やったのがケースの下へみんな入っちゃってね、こうやってもう何年も残ってて、結局私液体、液体が残っちゃったんだ。そうなんです。なるほど。で私らやろうとしたけどね、やっぱりね、修復は無理でした、そんなんでやっぱり業者がお願いして、はい、これもやっぱり1日かかりましたね。これ皆さんあれですか、掃除してこんなに綺麗になったんですか。あ、そうそうそうですね、なんか剥離剤みたいなのね、やっていただいて綺麗になったんですね、もうピカピカになりました。輝いてますね。はい、そうですね、やっぱりちゃんとしてやってもらいました。はい、あ、そうなんですか、まあ、こちらの方もね、こちらもこれね、綺麗になったと。あ、まあ、今そこの部分がちょうど今このスタジオになってる部分のところなんですけどね、綺麗になりましたね、はい、でこちらからあの事務所の方へあのところ撮ったやつです。ここもみんなやっぱりあのケースがあったんだけど、結構綺麗な、これはね外観 の、 あ、外観ですね、やった時にその、なんですかね、組み立てっていうかね、あれを作ってやってもらったんですけど、それも一応撮りました。綺麗になりました、ね、こういう形で ね、 ね、あのさっき言ってたあのコンペのあった六門線と、あと街歩きセンターっていうのを一つにして、あの、なるほど、はい、そういうのをあの組み込んでやりました。そう、はい、皆さんのいいとこ取り取ってね、はい、あ、そうだ ね、 そうですね、これちょっと、それでは、外の雰囲気を見てみたいと思いますね。今夜で、あ、綺麗に映ってますね。いや、いいですね、いいですね、見えますね、また夜の雰囲気もいいですね、これね、いや素晴らしい。おお、これが外観、今の雰囲気ですね。今の雰囲気ですね。おお、あ、いいですね。ここ、あ、いいですね。これは、あ、外ですね。そうですね。これが西側のあれですね。あ、はい、あ、こっちが南側。これ正面玄関になりますね。この中に私たちがいて、はいはい、でこういったね、そのね、今ね、あの、なんでしたっけ、のれんみたいなやつね、 あれもねやっぱりそのコンペの中の一つなんですね。 これが昔の、あ、こっちが、ね、土蔵ですね、前の昔の町歩きセンターですね、はい、ありますね、あ、はい、まあ結構綺麗ね、いいですね、はい、はい、まああとそれでしたら、はい、それでは中の雰囲気もちょっと見ていただいていいですか、うん、中の雰囲気はどうでしょうかね。中の雰囲気、ちょっと中の雰囲気をお願いします。あ、映りましたね、はい、うん、これが中の雰囲気ですね。いやー、こう見ると綺麗ですね、うん、いや、まあね、あの、三巡地の昨日引っ越しやって、はい、で今日ようやくこんな形にはな、いいですね、なりましたね、はい、でこの10月1日から、今この ありますけどね、信州松代の四季、の写真展っていうのをね、今月いっぱい一応やる予定でいます。あ、はい、これですね、こちらからこう来てるんですね、はい、おで、こちらの私らが今いる、スタジオの後ろが、これが秋、次いて冬、それから春、夏っていう形で追っかけていくような形でね、
だからここへ来ていただいて、真っ白の回るところですね、自分で見て歩きたいなっていうようなところもここを見ていただいて回って歩いてもいいかなっていうふうに思ってます、うん、はい、まあ、結構夢空間の、まあ、今テレビでやってるんですけど、尾形さんに撮っていただいたやつをこういう写真パネルにしてこういうふうにやってるんですけど、はい、綺麗な写真ですね、いっぱいね。結構ね、今日も富山だとか青森からも来たお客さんもいましてね、うんうん、ちょっと、はい、見ていきましてね、はい、さすがベテランの撮影ですね、まあ、そういうことですね、はい、素晴らしいですね、まあ、こういったんで、まあ、ぜひ、うん、町歩きセンターの方に来ていただければなというふうに思いますね、はい、わかりました、はい、で、三田さん、うん、これでですね、うん、なんか10月5日に解消、解消っていうか、うん、まあ、あとこれもちょっと見ていただきたい。これは何ですか？これね、昼間撮ったやつなんですけど、はい、これが外観ですね。あ、そう、外観ですね、うん、ちょっと全体的にはちょっとあれなんですけど、ちょっと暗いかなっていうのはあるんですけどね、うん、一応そんな形でやりました、はい、だからその裏の八田さんの、うん、その屋根っていうかね、あれとこちらのセブンのこの外観とのマッチングっていう形でね、うんうん、いいですね。それとあと向こう の, その今までいた土蔵と の, マッチングがうまくできてるかなっていう形でいろいろやったんですけどね、いい雰囲気で出てますね、はいはい、そうですね、はい、というのことで、はい、今度はこれも今度ですね、解消式、そうですね、解消式、はい、あれですね、10月5日で、はい、10月5日にね、これなんですね、旧セブンイレブンお披露目会っていうちょっとはい、ちょっと本当は1日やろうと思ったらなかなかねちょっと難しくて、うん、一応お披露目会ということで10月5日のね、日に、10時から一応やろうという形で、はい、考えてますね。何人ぐらいのお客さんで、何人来られるかね、一応60通ぐらい のご案内はしたんですけどね。そうですか、はい、10人ぐらいですか、はい、大きいですね、はい、そうですか、まあ、どのぐらい来られるか、うん、まあ、場所的にもいいところなの で、うん、そうですね、まあ、ぜひ来ていただいてですね、これね、大いに利用していただければなというふうに思ってます。これ3面、はい、2面か、2面ガラスでね、いいところですよね、はい、そうですね、本当のスタジオみたいでね、はい、いいところですね。で、皆さん、今後 の, そのセンターの活用なんですけど、そちらの方もお話しいただけるんですか、はい、そうですね、ですね、こちらの方は、一応この街歩きセンターの方ですね、このセブンの方のね、これはですね、一応考えているのが、まあ、今これ式のあれがありますので、こういったものをやるのと、それとあとは、まあ中学校のね、あれ、こういう絵ですとか、まあ、高校の絵ですとか、あとは、まあ、周りに一丁五ヶ村の、小学校さんあるので、うん、まあ、そういったところにちょっと声かけをしてですね、こういった展示をちょっと考えているんですけどね、はい、あとなんかいろいろあれですか、イベントは。あとね、まあ、こちらもそうですけど、まあ、真田祭りがあったりとかっていうんで、ちょうどこの角っこで、お客さんが結構来るのでね、まあ、日赤法師団の方が、なんかパンフレットを配ったりとか、うん、あと真っ白大本営のですね、あれは文化財にしようかっていうかな、署名活動をするからちょっと場所を貸してほしいとかっていうような形でね、いろいろなその場所的にいいところなどで、結構いろんな利用があるかなっていうふうに思ってますね、はい、あとですね、向こうの旧ね、金物店の方の、まあ、センターなんですけど、そうですね、元のね、こういったところはね、やっぱりまあ皆さんに使っていただかなきゃいけないので、うん、まあ、パソコン教室であったりとか、ね、なんていうの、うどんこねたりとか、それとかあとはそば打ちだったり、ね、あと粘土やったりとか、ね、いろんなものの、その会議やったりとかね、うん、まあ、自分の、まあ、周りの人たちが、まあ、うん、いつでも使えるような形を考えててですね、もう来る人にいろいろと声かけをしてですね、ぜひ使ってほしいという形でですね、やってます。まあ、夜9時までね、なんとかできますので、うん、はい、場所貸しをしてですね、なんとか皆さんでコミュニケーション取れるような形にできればなというふうに思
思ってるんですね。いろいろなことで活用を考えてるんですね。あ、そうですね、多面的にね、はい、素晴らしい。まあこれでここも松戸テレビも今まではね、うん、日本にいて作り出したりどうのこうのって結構時間かかって、うん、まあ、結構調節みたいなのができてるので、うん、あ、まあ、そういった面では多少いいかなって、まあ今までよりも多少軽減できるかなって、ね、なるほど、はい、そうするとこちらの方の町歩きセンターと隣と連携して、はいはい、あ、そうです ね両方こうやって活用できるような、うん、活用できるんですね、はい、でそれも考えてますんで、はい、そうですか、それはぜひ大いに使っていただきたい。従来に増して利用価値が、ね、高まりますね。そうですね、まあ、だから、あの、まあ、こっちにいるあの当選教だとかってね、うん、あのこうやって座りながらこうやってピッと、うん、あの戦争を投げるようなとかね、まあ、いろんなあの踊りがあったりとか、うん、いろいろそういうそのいろんなあ使い方があるかなという思ってますんで、うん、まあ、大いに使っていただきたいなというふうに思ってます、はい、それで時間になったんですけども、どうですか、最後に一言何かありますか。まあ、そうですね、まあ、場所的にこういうあの、うん、ちょうど角っこにあってですね、うん、まあ、入りやすい、うん、見やすい場所にあるのでですね、うん、まあ、あの観光客も今日結構来られたんですけど、うん、まあ、すぐさーっと入れるとか、うん、だから地元の人もやっぱりそのセブンのこういうそのガラスで、うん、ガラス張りになってて、うん、中も全部見れるっていう形があるからですね、気楽に寄っていただければなという、うん、それでは前回というか以前よりはだいぶ評判いいですか。あの、まあ、結構そうですね、うん、あの、うん、結構あの中見てあの入ってこられるお客さんもいるので、はい、将来そういう希望がねいっぱいあっていいですね。そうですね、できるだけ皆さんご協力いただいて、たくさん来るように、はいはい、利用していただきたいなと思います。それでは、皆さんありがとうございました。今日はあの慣れない司会で申し訳ありませんでした。いいえ、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。またですね、引き続き予告になってしまったんですけども、はい、水戸さん来週は102回ということで、はい、そうですね、どんな予定ですか。はい、来週はね、2012秋の遊学文化祭っていうので、はい、エコルド松代クラブの皆さんで、写真選果、着物選果、それと事務局という形でですね、パーソナリティは曲がりよさんが一応担当します、はい、これが一応やりますので、その細かなあれをやっていただくようなお話になってますので、はい、お楽しみしていただければなというふうに思いますね。いや、じゃあそうすると尾又さんのいい写真が出てきたり、はい、着物の佐藤さんですね、佐藤福天さんか、はい、そうですね、はい、あ、半田さんはあの事務局ですね、そうですね、はい、そうです、わかりました。それでは本当に、ね、楽しみですね、来週のしゃべくる街道どうぞお楽しみに。お楽しみに。しゃべくり松代、また見てねー。